新型コロナウイルスの感染が世界中で広がる現状を受け、島田市は今日、対策や方針を話し合う会議を開きました。この会議は島田市が市内の現状把握や今後の対応策を確認することを目的で開き、幹部職員およそ20人が参加しました。会議では市の関係施設へのマスクや消毒液の設置を進め、感染防止を徹底することや、市のホームページや SNS などを使い市民にこまめな情報提供をしていくことを確認しました。市民の皆様方に正しい情報、そして正しく恐れるということもお伝えをしてですね、万全の感染症対策に努めてまいりたいと考えております。また市内で感染者が発生した場合には、島田市民病院を核として患者の搬送や受け入れを行うことなども話し合われました。